京急に乗っていこう大田川崎線とスタンブラリーにご参加ありがとうございます。ここ川崎大師駅についてご説明いたします。1899年1月21日京急の前身である大師電気鉄道の開業と同時にできた駅です。それ以来移転の記録はなく京急では最も歴史が長い駅です。そんな京急発祥の地でもある川崎大師駅のおすすめスポットがここ川崎大師駅にあります。川崎大師駅を出て右に進むとすぐに京浜急行発祥の地記念碑があります。この記念碑は創立70周年を記念して建てられました。車輪をかたどったモニュメントの下には当時の営業成績が刻まれており当時を思うことができます。記念碑の横には木製の京急が鎮座しています。この京急は一本の木から作られたものです。ぜひお立ち寄りください。駅名にもなっています。川崎大師は有名すぎますが京急電鉄は川崎大師への参拝客輸送を目的に開業していますのであえておすすめスポットとして挙げさせていただきます。川崎大師へ行くまでの間仲見世通りを含めた参道にはくず餅やとんとこ飴など大師名物が販売されておりますのでぜひ散策してみてください。駅の近くには金山祭りでも有名な金山神社を境内社として持つ若宮八幡宮がありますので川崎大師参拝後にこちらにもぜひお立ち寄りください。まだまだ見どころがたくさんありますのでご自身で探してみてください。それでは引き続き京急に乗っていこう大田川崎先頭スタンプラリーをお楽しみください。それでは失礼いたします。